ム本社より承認された軍事作戦だ。アーキバス占領下にあった壁をめぐり解放戦線が動いたようだが、結局は両者とも惑星封鎖機構に制圧された。それが目下の状況だ。だがこれは我が方にとってアーキバスから漁夫の利を取り返す好機とも言える。貴様には当該地点へと進行し、配備途中の封鎖機構執行部隊を殲滅してもらいたい。敵型戦力には新型 HC 機体も含まれているという。この手の作戦は貴様が適任だ。ガンズ13レイブン、確実な遂行を期待する。前回の壁越え失敗に固執しているようだな。まあいい、俺たちは状況を利用するまでだ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。壁を制圧した執行部隊は全て排除しろ。高度15、停止なし。ノーフリップ要件なし。排除執行部。
やってくれたなら企業も傭兵も突如を乱す危険因子は排除する。 AP オブリーク 10% AP オブリーク 30% システムにつながりさえすれば。なめるなよ傭兵。押しているぞ。畳み込めろ。周辺に敵兵なし。全て片付いたようだな。621、仕事は終わりだ。祈祷しろ。またあなたですか。打研の飼い主と違って暇ではないのですよ。ベスパー副長ともなれば辛労も多いようだ。とりわけ今の状況では。何が言いたい。惑星封鎖機構に対する吸収作戦、手駒が足りていないのだろう。なるほど。浅ましくも涙ぐましい営業努力です。いいでしょう。あなたの打研も戦力として計算に。もう一つ、打研呼ばわりはやめてもらおう。旧世代型にも尊厳はある。新着メッセージ一件。レイブン、壁での殲滅遂行ご苦労だった。まだ生き残っている貴様に対し一つ俺から助言を送ろう。貴様は独立傭兵にしておくには惜しい。正式にレッドガンに入隊すればより上位の番号を狙えるだろう。そのナンバーは縁起が悪い。つけ続けているとろくなことにならんぞ。以上だ。これからも使い倒してやるから覚悟をしておけ。